どうもこんにちは。今回は、この下4箇所のエッジと、上4箇所のエッジの向きを揃えていきます。下は、同時に位置も揃えるんですが、上は向きだけを揃えます。この、横は今回は考えないで、向きだけを揃えていきます。今回は、この白の4箇所のエッジ、このクロスを作る揃え方は、白を下にして揃えていきたいと思います。デイジークロスって言われていて、この一度白を上に持ち上げるというやり方があるんですが、これをしないで直接下に入れていきたいと思います。下4つのクロスを作るのに覚えることは2つあります。で、なぜ2つかっていうと、この2色の向きが2つだからです。1つ目が、このように2色とセンターの色が揃っているパターンと、揃っていないパターンですね。青、白、青となってしまう。っていう二つのパターンがあります。まず一つ目に関しては、これは2回回転すると入ります。で、横にある場合は1回という感じです。では、これが正面を向いているときですね。白が正面を向いてしまっているときは、2回回転しても入りません。このときは、一回倒して、そして、下をスライドさせます。そして、今、黄色がある場所ですね。ここに、白、青が来れば嬉しいので、ずらすと。で、白赤もついでに逃がして、白青と黄色交換すると。そして、元に戻すと。1、2、3、4で揃えることができます。もう一回やっていくと、まず一回倒して、下をずらして、で入れて、元に戻すと。これで、この白の白をですね、白を揃えることができます。この二つを覚えれば、揃えることができます。あとは、ちょっと応用を考えていきます。例えば、このパターンですね。今からこの白青を入れていくんですが、白青が上にありません。そして、潜って入っています。白青ですね。これがあるんですが、これを入れていくにはどうしたらいいかというと、まず考えとして、白を下に揃えるにはどうしたらいいかというのを考えます。回転の仕方が、右を回転するか、手前を回転するかという、二択になっていきます。で、今回は右を回転すると、この白が揃えます。手前で回転してしまうと、白青というふうに揃っていません。なので、まず、右を回転すれば揃うんだというふうに考えます。そして、右を回転してしまうと白緑がくっついるということなので、この白緑のポジションですね。ここに、まだ揃っていない、青白の入ってほしいところにある黄色。これを、下を2回転して移動させていきます。そして、白青を入れると。で、崩れる緑白は逃げているので大丈夫です。白青を入れて2回転をして元に戻していく。そうすると白青が入って白緑が崩れない。で、他のところも崩れない。というふうに入れることができます。では、もう一つのパターンをやっていきます。同じくこの白青を入れていくんですが、白青が潜っているところですね。で、次は白が右を向いています。で、これで右の回転をしてしまうと、白、青となってしまうので、次は手前の回転をして、で白、白、青という風に繋げていきます。で、手前を回転すると白、赤がずれてしまいます。なので、この白、赤があるところですね。ここにまだ揃ってない白、青の今赤、緑がある。このキューブを連れてきて、そして白、青、で、追い出して、で、センターを揃えると。そうすると、白、青を揃えることができます。この白、青を揃えていくんですが、上にある場合ですね。この奥にある場合は、くるくる回して、手前に近づけてくると。そして、2回回転では入らないので、これを1回回転させて、で、右で下げて入れるので、これを下をずらして、そして白青を入れていくと。
して元に戻すと。これで揃えることができます。では先にクロスだけを揃えていきたいと思います。まず、白を見ると2つ反転しています。なので、では今回はこの緑白を戻していきたいと思います。まず1回回転させて、そして緑白に入れると。これで緑白が揃いました。そしたら次は、これをちょっと考えないで、上を向いてる青白を入れていきたいと思います。青白ですね。で、上回して、青青とくっつけて、ここに入れていくと。2回回転して入れることができます。じゃ次は白、赤を入れていきます。白、赤ですね。白と赤に入れていくと。で、2回回転しても入らないので、1回倒して、で、緑白を逃がして、この黄色を上にですね、ここに移動させて、白赤を入れると。そして元に戻すと。これで、白赤が揃いました。で最後のオレンジ白がひっくり返っているので、これを一回倒して、で、まあ、右の回転で入れていくというふうに考えると、このオレンジ白を右にずらしてきて、右を下げると。で白オレンジを入れて、センターを揃えると。これで、クロスを作ることができました。では次はこの黄色の十字の向きだけを揃えていきます。この時位置は関係なくて向きだけを揃えていきます。そしてこの黄色の十字が揃うと必ずこの2段目のエッジ4箇所も揃うというふうに、まあ、全部の箇所の向きを揃えることができます。パターンは2つあります。これの揃え方は2段目のエッジパートですね。この最後の1箇所この3箇所揃えた最後の1箇所、この空白を使って黄色を揃えていきます。で、黄色を揃えたら、最後の、まあ、赤を、だったり、まあ、1箇所のところを揃えていくというふうに揃えていきます。覚えるパターンは2つあります。1つ目が、この黄色が正面を向いているとき。で、もう1つが、黄色が右を向いているときですね。まあ、持ち帰ると、左側の正面向いてて、この二つのパターンです。ではまず、右側で正面向いてて、このパターンをやります。手順としては三回の動きをやります。手順を回していくと、右を上げて、上を回して、右を戻します。そうすると、この黄色が上を向きます。もう一回やっていくと、右上げて、で、上を回して、右を下げると。で、上を向くと。で、まあ、違うキューブが入ってくるんですね。で、そして、まあ、注意としては、この、右の手順をすると、手前にあるキューブが潜ってきます。なので、この潜ってくるキューブは、反転しているキューブを選びます。例えば、これを反転しているのではなくて、正しいキューブにしてしまうと、1,2,3 という風な手順で、黄色は一つだけになってしまいます。これを反転しているキューブを選んで、1,2,3とすると、黄色が2個に増えます。最初は1個だったのが2個に増えると。で、これを、揃っているキューブで選んでしまうと、まあ、増えないので、これを注意する必要があります。では次は、この黄色が正面ではなくて、左側ですね。左手の手順の時をやります。左手の手順も、この手前の黄色を入れていくという風に考えます。一回、上回して、戻していくと。そうすると、奥側で黄色が上を向きます。で、この時も注意としては、この手前のキューブですね。これを反転しているのを選びます。今、黄色が1個向いているのが、やっていくと2個に増えますが、これを揃っているキューブでやってしまうと、まあ、1個増えて1個減るというふうな計算になってしまうので、2つに増えてくれません。なので、この時は反転しているキューブを選んでやっていきます。
で、入ってきたキューブを、まあ、考えていくと。で、次は右の手順を回していきます。で、この時も、青、赤を先に入れてしまうと、まだ揃っていないという風なので、で、また、これを反転させる必要が出てきます。で、全部反転させてから、この青赤ですね。これを揃えていくという風にすると、この2色の2段目もすべて揃って、で、3段目もすべて揃って、下もすべて揃うという風になります。さっきこの青赤をひっくり返したのは、このすべて揃うと、一箇所だけ反転してるっていう状態を作ることができないからです。これは、まあ、物理的に、この外部の力ですね。外部の力で回したときは、また外部の力で戻さなければいけないので、戻しました。ということでした。では実際に、この白のエッジ4箇所のクロスと、この2段目のエッジ4箇所と、上の黄色のエッジ4箇所を揃えていきたいと思います。まずは白から揃えていきます。ここに白青があるので、白青を入れていきたいと思います。白にまだ入ってないので、これを揃えると。で、これは左を回転すると白を向くので、左を回転させていきます。で、センターを揃えると。はい。そしたら、じゃこの白緑を考えていきます。白緑が入ってほしい場所は、今この黄色が入っているところですね。で、白緑は、ま、一回回転すると入るので、下をずらしてきて、この黄色と交換をしてセンターを戻すと。これで白緑が入りました。で、次は、では、このオレンジ白ですね。オレンジ白を入れていきたいと思います。オレンジ白が入ってほしい場所は、青オレンジ色と。そして、このオレンジ白は、この右の一回転で入るので、この緑白のところに入れてくると。そして、オレンジ白を入れた。これでオレンジ白が揃いました。で、センターを戻すと。で、赤白が上から移動してきたので、まあ、ラッキーですね。これで揃えて、クロスは強いです。そしたら次はこう2段目のエッジパーツの3箇所だけを揃えていきます。ではまず、この赤、青を揃えていきます。で、このセンターとエッジの色を赤、青という風に変えて、左側に入れていくと。で、左を上げて、上を回して、戻すと。これで揃いました。次は赤緑を入れていきます。赤赤揃ってるんで、これも、ずらして、この状態で左側に入れていくと。1回、2回、3回。はい。そしたら、この緑オレンジと青オレンジですね。これは、位置が違いますね。なので、まあ、一度追い出していきます。この黄色を入れていくと。で、この緑オレンジを右の手順で入れていきます。緑オレンジとこの変えて入れていくと。これで3箇所入りました。そしたら、この青オレンジを入れる前に黄色を揃えていきたいと思います。まずこの黄色ですね。青オレンジがあるところ、黄色。で、これは左側で持つと正面に来るので、これで左側を上げていきます。で、この時に、この手前のキューブは、黄色が反転しているのを選びます。で、ここを交換していくと。はい。そしたら次は、右の手順になったので、右の手順で考えます。今だと青オレンジが入ってしまうので、反転している子を選んできて、上上げて、上回して、右を下げると。これで入りました。で、また、手順は変わって左手ですね。で、正面のキューブが反転しているので、交換をしていくと。そして、最後ですね。3つ揃って、最後は青オレンジなんで、これを交換していきます。これで自動的に青オレンジの向きも揃って、黄色の最後のところも揃うという風な感じにできます。これで、2色のすべてのエッジパーツの向きを揃えることができました。そして、一番下と二段目ですね。これの位置も、揃えることができました。これで今回の動画は、終了です。